阿波野町は、栃木県に、かつて存在した町である。鹿沼市への通勤率は19.5%。2006年1月1日、隣接する鹿沼市に編入して廃止した。阿波野町役場旧阿波野町は2006年1月1日に、全域が鹿沼市に合併したが、かつてより江ノ川流域は、他の地区とは産地によって隔てられ、生活圏、経済圏などで、 長野川下流の栃木市との結びつきが強いことから栃木市との合併を望む声も根強くあった。このため長野川流域の住民が栃木市との法定合併協議会設置を求める住民発議を起こしたが栃木市が議会への不義をしなかったため発議は成立しなかった。その後2005年9月に長野川流域の住民による栃木市への分庁合併の是非を問う。 住民投票実施を求める陳情が、町議会で採択された。これを受け、町では長野川流域の住民を対象に、同年11月13日に、住民投票を実施したが、その結果、栃木市への文庁合併賛成票が、反対票を上回ったものの、住民投票条例で、地区の総意とみなす、有効投票の3分の2以上には達せず、 文庁合併は行われないこととなった。2004年、グランドフォークス市から阿波野町に送られたバッファロー像を、口波野の波野総合運動公園に設置。その他、町域の東端部に東北自動車道が400メートルほど通過していた。最寄りのインターチェンジは、栃木インターチェンジである、鹿沼市と合併する前の路線を掲載。鹿沼市と合併後は、 一部運行区間改定などを経て、鹿沼市民バス、リーバスとして運行中。合併までは、国道も鉄道もない市町村全国連絡会議、通称、内々サミットに加盟していた。清須第一小学校ニーストン。ありがとうございます。